島原心の声ラブ。皆さんこんばんは。声ラブパーソナリティの島原心です。この番組は未来を担う若手声優をラジオから応援するワンクール限定の特別プログラムです。はい、ということで今回で第5回目です。わー、早いな、もう5回目。いや、あっという間ですね、本当に。いや、今日ね、ちょっと皆さんに聞いてほしいことがあって、今日この収録に来る前に事務所にね寄ってきたんですけど、そこで私ちょっとはぁ、やってしまったっていうことがあって、先週マネージャーさんにボイスサンプルを聞いていただこうと思って、こう自分でね原稿をねこう持っていくんですけど、それを持って行って家に帰ってきてから、あれ、枚数足りないな、どこに置いてきちゃったんだろう私って思ってたんですよ。で、気づいて、あ、事務所に置いてきちゃったかもしれないと思って今日ここに来る前に行ってきたんですけど、もうそしたらフリースペースにそう置いてたんですけど、私皆さん舞台出られる方とかがこうチラシとかをね置いてるんですよ、よかったらどうぞみたいな感じで、もうその中に私のボイスサンプルそって置いてあって、もう恥ずかしくて、なんかこれみんなに見られちゃったのかなと思って、皆さんは何々の舞台です、何々の舞台です、横にボイスサンプル島原心ですって書いてあって、もう本当にもう耐えられない、恥ずかしいって思いながら、あ、もうこれはどうしようって思ったんですけど、いや、せっかくだったら今日ラジオあるから話そうと思って、はい、もう本当に恥ずかしかったんですけど、まあやっぱりね、皆さんにねこうやってネタとして提供できたので、出来はどうですか？出来、あ、まだまだちょっと改良の余地ありなので頑張りたいと思います。はい、ということでそろそろ始めていきましょう。Twitter で実況してくれる方はハッシュタグ声ラブをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。それでは島原心の声ラブ、最後まで聞いてくださいね。皆さん、はじめまして。パーソナリティの島原心です。島原心です。島原心です。しましま、ごくごく、ラジラジよろよろ。改めまして、島原心です。ここからは私の近況についてお話ししたいと思います。はい、ちょっとね、皆さんに聞いてほしいことがあるんですけど、このね、ラジオをやらせていただくことになって、この間、お世話になってる先生とね、たまたま連絡を取ることがあって、で、あ、先生、私今ラジオやらせてもらってるよっていう報告をしたんですよ。そしたら、おお、じゃあ聞くねっていう話をしながら、なんか昔はこうだったねって言って、いろんなお話をねしながら思い出したんですけど、学生時代に体験学習の一環でお寺に行ったことがあるんですよ。で、そこのね、本当にお寺の一日を体験できるっていう内容だったので、座禅をしたりとか、あとお話をいろいろ聞いたりっていう風に一日過ごしていくんですけど、夜食べるご飯とかも実際にそのお寺でお坊さんたちが食べてるような精進料理をいただくんですけど、で、その時驚いたのが、精進料理って本当に量が少ないんですよ。一口サイズの器に少しずつこう、なんていうんですかね、おかずとご飯があるっていう感じで、だいたいご飯ってなんかお椀とかにこう普通によそったらこう山がちょっとできるぐらいよそうじゃないですか。でもその時の精進料理はお椀のなんていうんですかね、側面にお米をこう並べたみたいなぐらいの量なんですよ。本当にこれは本当に冗談でしょって思うと思うんですけど、本当に。で、まあ私たちも食べて、まあでも毎日お坊さんたちってこれを食べてるって、いっぱい動いてるのにすごいねっていう風に友達と話してたんですよ。で、まあ就寝時間も早いんですよ。21時ぐらいだったかな、21時にはもう完全消灯で、で、朝はなんと3時起きです。そうで、3時っていうのもなんかもうなんだろう、朝なのか深夜なのかっていう感じじゃないですか。まあでもとりあえず朝3時起きだよって言われたんで、朝3時に起きて、朝一で何をするかというと、朝一でお寺中の廊下を
みんなで磨くんですね。あの参加してる方たちで雑巾を持って、もうめちゃめちゃ大変でした。長いんですよ本当に。長いし、まあ一直線行ったら休憩とかじゃなくて、一直線行ったら角を曲がってすぐ走るみたいな、もうちょっと部活みたいな感覚で、いやすごい大変だねっていう話を友達ともしてて、やっぱお坊さんってすごいよねって言って、あの帰りに、あの帰る前にね、またお話とかをこうして座禅して、あの帰るんですけど、その時にね、あの見送ってくれるんですよお坊さんたちが。で私たちはまあ体験学習の一環で行ったんで、なんか遠足みたいな感じでお菓子とかも持って行ってもよかったので持って行ってたんで、なんか帰りに、いやこんなにも頑張ってるお坊さんたちが、まあ修行だから、あのご飯を召し上がってると思うんですけど、なんかお菓子とかあげたらダメなのかなみたいな感じで私と友達で話して、帰りにありがとうございましたって言ってくださった時に、あのもしよかったらこれどうぞってお菓子を渡したんですよ。そしたらすごい嬉しそうに受け取ってくれて、もうなんだろう、私も幸せになるみたいな。いやでも本当に大変だったんで、1日だけ体験した私でもまず9時に寝て3時に起きてっていうのがすごいなって思ったんで、それをね毎日なんだろうやってるお坊さんすごいなって思って、なんかでも今どうなんでしょうね。なんか結構普通に、私は体験学習の一環だったんですけど、一般参加とかもできるんですよ。まあ多分時代が時代なので、コロナ禍なので、なんかもしかしたら参加とかできないかもしれないんですけど、いやなんかいい経験になったんですよね。なんでもしなかなかね、だってこういう経験してる人とかって周りにいないと思うので、気になった人はぜひ個人的には体験してほしいなって思うんですけど、座禅は肩叩かれ、あーそうですね、座禅といえばあのパシッってやつだと思うんですけど、叩かれました。なんかちょっとやっぱりうとうとしちゃうと、もう速攻で叩かれますね。でもなんかそこがね、ちょっとまたたるんでる自分を鍛え直してもらえるというか、いや痛いと思うじゃないですか。いや痛くないんですよ意外と。多分いい感じのところもこうもう慣れてらっしゃるんで、そこまで痛くないようにやってくれてたっていうのもあると思うんですけど、まあ実際の人と体験者で多分、まあ、強弱というかあると思うんですけど、いやぜひね、あの興味持った方は体験してほしいなと思います。はい、ここからは、リスナーさんからのふつおたをご紹介します。ラジオネーム着物のでんちゃんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんにちは。こんにちは。第2回のちょっと布教させてくださいの飛騨高山いいですよね。僕は酒蔵巡りが趣味で、愛知、岐阜、三重、滋賀の酒蔵を回っています。この時期は、酒造りも終わって連休もあって酒蔵のイベントが多くなります。高山市では毎年2月に、飛騨高山酒蔵のんべえ祭りと称して、高山市内の7つの酒蔵が開放されて、それぞれの蔵のお酒を飲めます。僕は朝一番の特急で高山市に行って一日中飲み歩いて楽しんでいました。おお、私高山はさ、なんでしょう、第2回でね布教させていただきましたけど、これ知らないな。酒蔵のんべえ祭り、お酒は好きですか？好きでございます好きでございます。でも知らなかった、こんなのあるんですね。でも高山市内って結構広いんですよ。なんで7つの酒蔵全部巡るの1日で行けるんですかね。いいな、ちょっと私も調べてみようと思います。いいですね酒蔵巡りか。なんかでもなんか酒蔵のあの入り口のところに、なんて言うんですか、大きい丸い玉みたいなのがぶら下がってるんですけど、なんか私のおじいちゃんから聞いた情報だと、あれは美味しいお酒ができたよっていうサインらしいんですよ。なんでそういう印を、まあ多分どこもきっと出してらっしゃるのかなとは思うんですけど、そういうのとかを楽しみながら回るのはいいかもしれないですね。へえ、ありがとうございます。では続いて、ラジオネームホットエッグノックさんからいただきました。
ココロン、こんにちは。こんにちは。この番組の写真で2回目と4回目でドット柄の服を着ていますが、ココロン水たまり好きなんですか？ココロンは大人っぽい感じの服を着てますが、服選びのポイントっていうか基準はありますか？なるほど。私ドット着てたのか。そっか、前回が黒い水玉で、確か2回目は黄色に黒ドット。いや無意識でした。でもすごい、そっか着てたんだね。確かに大人っぽい感じ。そうなんですかね、自分では全然そんな感じ意識してないんですけど、服選びのポイント基準。あーでもなんか最近よく巷で見る骨格診断みたいなやつがあるじゃないですか。私やったことないんですけど、あの自称骨格ストレートなんで、あのよくねそういうのを検索すると、こういうデザインがこの骨格の人にはよく似合いますよっていうのが、あの SNS にね、あのたくさん広がっているので、私もそれを見て、じゃあ私は自称骨格ストレートだから、あのこういうなんだろうスカートとかだったらマーメイドとかがいいとか、いろいろあるんですよ。なんでそういうのを私も調べて買ったりしてますね。ありがとうございます。では続いて、ラジオネームニッタンコブーストさんからいただきました。ありがとうございます。ラコちゃんこんばんは。こんばんは。学生時代、毎日お母さんかお姉ちゃんにお弁当を作ってもらっていたのですが、いつも入っている卵焼きが好きでした。甘いのとしょっぱいのが交互に入っていたのですが、具が入ったものが現れた時の特別感がすごかったです。あ、わかるな。ラコちゃんはこれが入っていたら嬉しいというお弁当の具はありますか、ということです。いいね、お弁当いいですね。いやー、卵焼きね、甘いのとしょっぱいの。私甘い派なんですけど、ちょっと変わってて、甘い意味あるのかっていうツッコミは承知で話すとケチャップをつけて食べるのが好きなんですよ。なんでお弁当にも絶対、なんていうんですか、ちょっと持ち運びタイプのケチャップ入れるやつみたいなのをお母さんが絶対用意してくれてて、私も卵焼きは毎日入ってました。でもしょっぱいのはあんまりなかったかな。でもこのね、具が入ったものが現れた時の特別感すごくわかります。うちのお母さんもほうれん草とかなんかチーズとかを混ぜてくれる時があって、あれはねテンション上がりますね。いやでもお弁当ってなんか心温まりますよね。他に好きなおかずは、ミートボールとあとなんかお母さんが餃子の皮にチーズをくるんでなんか焼いてくれるチーズのやつがあって、それがね私はお気に入りでした。いや美味しいよね。いやでも私もね、なんかお弁当持ってどっか行く機会が欲しいな、またと思います。はい、引き続き私への質問や感想などの普通お便りをお待ちしています。皆さんの地元のおすすめスポットもぜひ教えてくださいね。集中してます、島原心の声ラブ。ちょっと布教させてください。自分が好きなものの魅力を伝えようとすると止まらなくなってしまう私。そこで制限時間1分で皆さんに伝えたいものを布教することに挑戦します。最後にスタッフさんに私の布教が成功したかを判定してもらいます。布教が成功したら、スタッフさんの質問に答えるのは OK です。さて今回布教するものはルリコインです。はい、こちら京都のお寺です。はい、それではプレゼンいきます。はい、ルリコインはですね、京都の比叡山のふもとにあるお寺でございます。ここではですね、いつでも拝観できるわけではなくて、春と秋に行われる特別拝観の時期にしか入れないんです。で、魅力はね、たくさんあるんですけど、ルリの庭っていうのが有名で、そのお庭はね、一面が苔で覆われていて、上はね、モミジがたくさん咲いてるんですよ。
で、その景色がもう本当に圧巻なんですね。で、特に2階から見る景色がまた良くて、何がいいかっていうと、机が置いてあるんですけど、そこにあの逆さ富士みたいにモミジが反射するんですよ。それをもう見ると感動します。あれは本当に感動します。なので多分検索したら写真が出てくると思うので、もしよかったらチェックしていただきたいんですが、私はちょっと早い時期の秋に行ったので紅葉は見られなかったんですけど、紅葉シーズンに行くとまた違った魅力があって楽しめるんじゃないかなと思います。行ってみてください。ちょっと作戦練りすぎた感ありましたね今。ちょっとこれはどうですか。やったやったー。ちょっとね、最後のまできっと皆さん察したと思いますけど、本気度がいや前回ねちょっと失敗してしまったので、今週は作戦を練るって皆さんにもね言ってたと思うので、ちゃんと作戦を練ってきました。そしたらちょっと興奮しすぎて話すのが早くて時間余るっていうめちゃめちゃ恥ずかしい。いやでも本当にあの瑠璃光院は素晴らしいお寺で、今ちょうど春の拝観がやってるんですけど、あの6月13日までやってるそうなので、もしねあの京都のそっちの方に行く機会があるよっていう方がいたら、ぜひ行ってみてほしいなって思うんですけど、いやなんか結構山奥なので空気が本当に澄んでて、京都っていうだけでも結構空気感違いますけど、なんか瑠璃光院の方までさらに奥に行くと、なんか鳥が鳴いてる鳥の声がこう都会にいない鳥の声といいますか、なんか心が癒されるので、ぜひね私も後でツイッターにあのちゃんとね瑠璃光院の自分が撮った写真を載せようと思うので、ぜひあのそちらもねチェックしてみてください。はい、皆さんへの布教が成功していますように。また次回ちょっと布教させてください。島原心の声ラブ、いざ島原ワールド。続いてはもし〇〇だったらといったパラレルワールドを想像することが好きな私が、毎回〇〇な世界というテーマについての妄想を自由に語っていきます。さらにリスナーさんからは〇〇な世界でのルールを募集し、そのルールを切り抜ける方法を考えていきます。はい、今回のテーマは毎日季節が変わる世界です。はい、いや先週ねこのテーマを発表させていただいて、私もいろいろ考えたんですけど、これって逆にチャンスだなって思って、何がチャンスかっていうと、まあ私結構お洋服買うの好きなんで、さっきちょっとお話も出ましたけど、これもしかしたら毎日バーゲンセールやってるんじゃないかなと思って、なんでそういうのとかも楽しいんじゃないかなって個人的には思っております。はい、ではリスナーさんからいただいたルールをご紹介していきます。ラジオネームカホーさんからいただきました。自動販売機に売っているあったかいと冷たいの割合が1年中半々。おお。いやでもこれは結構嬉しいんじゃないですかね。私結構夏場でも冷房が強い部屋とかだとあったかい飲み物とか欲しくなったりすると思うんですよ。あとお腹痛い時カイロ代わりでこうなんかホットのものとりあえず持っとくみたいな、ありません？私結構それやるタイプだったんで、これはありがたいですね逆に。うん、だからあったかいは正直この世界でも本当はなんか半々じゃなくてもいいんですよ。2個とかでいいんで、緑茶コーヒーとかぐらいでいいので置いといてほしいなっていうのが個人的な感想ですかね。はい、ありがとうございます。続いて、ラジオネーム学園の平和を守る用務員 A さんからいただきました。ありがとうございます。出勤シフトは曜日米じゃなくて季節米に決める。あーなるほど、夏と外は冬に出たくないって書いてあるまあ確かに得意なね季節がそれぞれでありますから、なるほど。いやでも私は花粉症なので
できれば春は避けていただきたいっていう。でもこれいいですね。これもこのルールいいと思う。そしたら平和ですよね。だってきっと寒い地方出身の人は寒さに慣れてるし、暖かい地方の人はまあ暑さに強いって言ったらおかしいですけど、だからまあでもこのシフトを奪い合うの大変だな。じゃんけんで春がいい人はーいみたいな、春同士でじゃんけんみたいな。いやでも面白いですね。これもありがとうございます。はい、続いて、ラジオネーム日刊コブーストさんからいただきました。観察日記などができないので夏休みの宿題はなし。確かに、だって朝顔を育てても冬が来て枯れちゃうとかありますもんね。確かに確かに。いやでもそれは学生にとったら嬉しいのかな。どうなんだろう。まあでもそれも学生の醍醐味と言いますか、なんて言うんですかね、ありましたよね、こう自分で育てた朝顔とかを学校から持って帰る、学期末終わりに大変な思いして持って帰るっていうのがないのはちょっと嬉しいのかもしれない。いやでもいいね、これもいいと思います。はい、ありがとうございます。では続いて、ラジオネーム草村さんからいただきました。寒暖に合わせてエアコン代が半端じゃないので政府からの電気代補助金制度がある。素晴らしい。これは今も欲しいな。今も欲しいな。でもそうですね、なんかエアコンって結構夏場にみんなつけ出すじゃないですか。最近私 SNS で見たんですけど、もう今の時期から窓を全開にして一回冷房が効くかどうか試してくださいって言ってる人がいて、なんでなのかなって思って見てたら、なんか壊れるタイミングが被ると修理に何日もかかっちゃうらしいんですよ。だからそれ聞いて、あ、じゃあ早めにかけといた方がいいなって思うんですけど、でもそれを応用したらこれはきっとすぐ壊れる。すぐ壊れちゃう。いやだったらやっぱり政府から補助金っていうか、もうエアコンをもらう。一家に一台エアコンをあげますっていう制度をぜひこの国の方にお願いしたいです。はい、お願いします。待ってますエアコン。はい。では続いて、ラジオネーム肉まんさんからいただきました。ありがとうございます。どの家庭も常にこたつ、扇風機が出しっぱなし。あーそっか、そうだよね。だって次の日ね、どうなるかわからないから。確かにな。でもこれ大変じゃないですか。だからなんか今も扇風機型みたいな、なんて言うんですか、暖房装置と冷風が両方出るものってあるじゃないですか。だからそれを全面的に売り出していったらいいんじゃないですかね。まあでもこたつね、冬といえばこたつでみかんだからその気持ちもわかるけど、まあ部屋をシンプルにしたいんだったら、まあそういったあったかいやつとか冷房用の扇風機タイプを買ったりしたらいいんじゃないですかね、と私は思いますよ。はい、ということで、リスナーさんから届いたメッセージを使って今回も妄想にふけてみましたが、皆様いかがでしたでしょうか。個人的には結構ね、面白い意見がたくさんあって、いやシフト制とか個人的にすごいいいなって思いました。ただシフトをね、こうどうやって決めるかっていう問題が、まあ、発生してきますけど、いやすごく楽しかったです。では次回メールを募集するテーマを発表します。次回は1日が48時間な世界です。はい、この世界はですね、今の時間帯で48時間過ごすわけではなく、48時間かけて朝から夜まで時間が過ぎるという設定の世界でございます。多分個人的にいいですけど、誰もがうわー1日48時間欲しいよって思ったことが1回はあると思うんですよ。私よく思ってたのは、それこそ学生の時、課題が終わらない、なんであと3時間したら学校行かないといけないんだってすごい思ってたんです。だから今回このテーマをね、ちょっと選ばせていただきました。はい、で例えばなんですけど、
それこそ授業の時間どうなるんですかって思うじゃないですか。48時間あったら授業時間も伸びてしまうのかって思うと思うんですけど、まあ個人的にはまあ授業時間はそのままで自由な時間が増えるみたいな認識でいただけたらいいなと思います。あと私が考えたルールは、睡眠時間、まあ48時間ありますから、睡眠時間っていうよりも睡眠する回数かなを48時間のうち昼寝を含めて3回までとしたいと思います。まあでも昼寝も含めるので、まあ普通に寝て昼寝して普通に寝るっていうのが多分理想でも、もしどっかで4回寝てしまったら私ルールですがペナルティーをちょっと皆さんに授けたいと思います。まあそんな感じのルールを皆さん考えて送っていただけたらなと思います。はい、ということでリスナーさんが考える1日が48時間の世界でありそうなルール、たくさんお待ちしています。一緒にたくさん妄想して島原ワールドを作っていきましょう。好きなお寺は天龍寺、島原心の声ラブ。お送りしてきました島原心の声ラブ、そろそろエンディングのお時間です。この番組では私への普通おたやコーナー宛てのメールをお待ちしています。宛先はすべて小文字で kl_pink@joqr.net kl_pink@joqr.net です。ピンクの綴りは PINK です。メールをお送りいただく際は懸命にコーナータイトル、そしてラジオネームも忘れないようにお願いします。次回のイッツァ島原ワールドのテーマは1日が48時間の世界です。また番組公式ツイッターもあります。各コーナーの詳細や私の写真もアップされますので、ぜひチェック&フォローお願いします。さらに文化放送 A&G の公式 YouTube チャンネルにて放送翌日にアーカイブがアップされます。何度も聞いたり SNS でシェアしていただけると嬉しいです。そして私からのお知らせです。配信アプリピカピカにてですね、毎週木曜21時から、気になる木曜日という番組に出演しております。この番組はですね、私の事務所アクロスエンターテインメントの先輩方と一緒に作っている番組なんですが、まあ、番組内容としては脚本を自分たちで書いて演出も自分たちでやるという内容となっております。ほとんどのメンバーがですね、脚本とかを書いたことのないほぼ初心者の状態でスタートしている番組なので、多分回数を重ねるにつれて成長が見られるような番組となっております。はい、そして今日ですね、この後放送される番組は私が日直となっておりまして、初のヒーヒー言いながら脚本を初めて書きましたので、お時間合う方はぜひ聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということで第5回の放送いかがでしたか。私はもう今日が成功して、もう心もほっとして、次回も頑張るぞっていう意気込みでいっぱいでございます。はい、島原心の声ラブ、次回の配信は6月9日木曜日を予定しています。それでは私とはまた次回お会いしましょう。バイバーイ。